こんにちは。今日の講義は書籍イルミナティニューワールドオーダー裏解説ブックです。皆さん、本日は非常に興味深い題材について語らせていただきます。この書籍は世界中で話題を呼んでいる伝説的なカードゲームイルミナティニューワールドオーダーの日本語版発売を記念して作られた副読本です。まずこのカードゲームの背景について少し触れておきましょう。1994年にアメリカで発売されたイルミナティニューワールドオーダーは、単なるゲームの域を超えて様々な憶測や都市伝説を生み出してきました。通称イルミナティカードとして知られるこのゲームは、世界的な大事件を予言するとして長年にわたり注目を集め続けています。本書の著者である宇佐和道氏は、このゲームの日本語版の翻訳者でもあり、世界中の都市伝説文化に精通した方です。彼の深い知識と洞察力がこの本の内容を非常に魅力的なものにしています。さて、本書の構成について詳しく見ていきましょう。全体がオールカラーで構成されているのが特徴的です。これによりカードの細部まで鮮明に観察することができます。カードゲームのルールブックではなく、各カードの背景や意味を都市伝説の観点から解説しているという点がこの本のユニークな特徴です。本書は大きく分けて7つのセクションから成り立っています。まず最初のセクションでは、予言が的中したとされるカードやその絵柄が現実の出来事と酷似していると言われるカードについての解説があります。ここでは過去の事例だけでなく、今後起こりうる事態についての予測も含まれています。これは非常に興味深い部分で、読者の想像力をかきたてる内容となっているでしょう。次にイルミナティカードの解説があります。全9種類のイルミナティカードそれぞれについて詳細な解説が施されています。イルミナティとは何か、なぜこのゲームでそのような存在が中心的な役割を果たしているのかといった点について深く掘り下げています。3つ目のセクションではグループカードの解説が行われています。全167種類ものグループカードがあり、それぞれが現実世界の組織や集団を模しています。ここでは各カードが表す組織の特徴やゲーム内での役割、さらには現実世界との関連性などが詳しく説明されています。4つ目はリソースカードの解説です。36種類のリソースカードはゲーム内で様々な効果を発揮する重要なカードです。これらのカードが表す資源とは何か、なぜそれらが重要視されているのかといった点について深く掘り下げています。5つ目のセクションではプロットカードの解説が行われています。全175種類ものプロットカードがあり、これらは様々な陰謀や策略を表現しています。ここでは各カードが示す陰謀の内容やそれらが現実世界のどのような出来事と関連付けられているかについて詳細な解説がなされています。6つ目はニューワールドオーダーカードの解説です。15種類のこれらのカードはゲームの最終目標を表すものです。新世界秩序とは何か、なぜそれが目指されているのかといった点について深く考察されています。最後にゴールカードの解説があります。10種類のゴールカードはプレイヤーが達成を目指す具体的な目標を表しています。これらのカードが示す目標とは何か、それらがどのような世界観を反映しているのかといった点について詳しく解説されています。この本の特筆すべき点は、単にカードの説明にとどまらず、各カードが持つ象徴性や現実世界との関連性について深く掘り下げている点です。例えばテロリストというカードがあったとして、それが単にテロリストという言葉の意味を説明するだけでなく、現代社会におけるテロリズムの問題やその歴史的背景、さらには将来的な展望までもが論じられているのです。また本書では予言という観点からも各カードが分析されています。過去に起きた出来事とカードの絵柄や説明文との類似性が指摘され、それがどのような意味を持つのか、単なる偶然なのか、それとも何か深い意味があるのかといった点について考察が加えられています。例えば2001年に起きた9月11日の同時多発テロ事件を予言したとされるカードについての解説があります。このカードには炎に包まれる高層ビルが描かれており、その描写が実際の事件と酷似していたことから大きな話題となりました。本書ではこのカードが作られた当時の社会背景やテロリズムに対する認識、
さらには高層ビル建築の歴史なども含めて多角的な分析がなされています。また2020年から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルスのパンデミックを予言したとされるカードについても詳しい解説があります。このカードにはマスクを着用した人々の姿が描かれており、その描写が現実のパンデミック時の光景と酷似していたことから大きな注目を集めました。本書ではこのカードが作られた当時の感染症に対する認識や過去のパンデミックの歴史、さらには現代のグローバル社会がパンデミックに対してどのような脆弱性を持っているかといった点についても深く掘り下げています。さらに政治的な出来事を予言したとされるカードについても詳細な解説があります。例えばドナルド・トランプ氏の大統領就任を予言したとされるカードについては、そのカードが作られた当時のアメリカの政治状況やポピュリズムの台頭、さらにはメディアと政治の関係性などについても考察が加えられています。これらの予言的側面は単なる偶然の一致なのか、それとも何か深い意味があるのかという点について本書は読者に問いかけます。著者はこれらの予言を単純に信じるべきだと主張するのではなく、むしろこれらの予言を通じて現代社会の問題点や人々の不安、さらには未来への期待などを読み取ることができるのではないかという視点を提示しています。本書のもう一つの特徴はカードゲームとしてのイルミナティニューワールドオーダーの魅力についても詳しく解説している点です。このゲームは単に予言的側面で注目されているだけでなく、戦略性の高い面白いゲームとしても評価されています。ゲームの基本的な流れはプレイヤーがイルミナティの一員となり世界征服を目指すというものです。プレイヤーは様々なグループを支配下に置き、リソースを集め陰謀を実行しながら自分の影響力を拡大していきます。最終的にはニューワールドオーダーを確立することが目標となります。本書ではこのゲームの戦略性について詳しく解説されています。例えばどのグループを支配下に置くべきか、どのリソースを重点的に集めるべきか、どのタイミングで陰謀を実行すべきかといった点について具体的なアドバイスが提供されています。またゲームのバランス設計についても詳しい解説があります。各カードの効果がどのようにバランスを取られているか、どのような組み合わせが強力なのかといった点についてゲームデザインの観点から分析がなされています。これはゲーム理論に興味がある読者にとっても非常に興味深い内容となっているでしょう。さらにこのゲームが生み出す独特の雰囲気についても触れられています。プレイヤーが陰謀を巡らせ世界征服を目指すという設定はプレイヤーの想像力を刺激しゲームに没頭させる効果があります。本書ではこのような没入感がどのように生み出されているのかという点についても考察がなされています。本書のもう一つの重要な側面はイルミナティという概念についての詳細な解説です。イルミナティとは18世紀のバイエルンで設立された秘密結社を起源とする概念ですが、現代では様々な陰謀論の中心的な存在として語られることが多くなっています。本書ではイルミナティの歴史的な起源から現代の陰謀論におけるイルミナティの位置づけ、さらにはポップカルチャーにおけるイルミナティの表現まで幅広く解説されています。例えばイルミナティが設立された当時の社会背景やその後どのように伝説化していったのかといった点について詳しく説明されています。また現代の陰謀論におけるイルミナティの役割についても深く掘り下げられています。なぜイルミナティが様々な陰謀論の中心に据えられるのか、それが人々のどのような心理を反映しているのかといった点について考察がなされています。さらに音楽や映画、テレビドラマなどポップカルチャーにおけるイルミナティの表現についても詳しく解説されています。例えば某有名歌手のミュージックビデオに登場するイルミナティのシンボルやハリウッド映画に登場する秘密結社の描写など具体的な例を挙げながら分析がなされています。本書の興味深い点はこれらのイルミナティに関する情報を単に紹介するだけでなく、それが現代社会にどのような影響を与えているのかという点についても考察を加えている点です。例えばイルミナティ陰謀論が政治的な議論にどのような影響を与えているのか、あるいは人々の世界観形成にどのような役割を果たしているのか
といった点について深く掘り下げています。また本書では陰謀論という現象そのものについても考察がなされています。なぜ人々は陰謀論に惹かれるのか、陰謀論はどのような社会的機能を果たしているのかといった点について心理学や社会学の知見を交えながら解説されています。例えば陰謀論が人々に世界の複雑さを単純化して理解する手段を提供している可能性や、不確実な状況下でコントロール感を取り戻す心理的機能を果たしている可能性などが指摘されています。また陰謀論が時として政治的なプロパガンダとして利用される危険性についても警鐘が鳴らされています。本書のもう一つの特徴はニューワールドオーダーという概念についての詳細な解説です。ニューワールドオーダー、すなわち新世界秩序は様々な文脈で使用される言葉ですが、本書ではその多様な意味と解釈について深く掘り下げています。まず歴史的な文脈におけるニューワールドオーダーの概念について解説されています。例えば第一次世界大戦後のウィルソン大統領の構想や第二次世界大戦後の国際秩序の再編など、実際の歴史の中でこの言葉がどのように使用されてきたかが説明されています。また陰謀論の文脈におけるニューワールドオーダーについても詳しく解説されています。ここでは世界政府の樹立や人口削減計画、マイクロチップによる人々の管理など、様々な陰謀論で語られるニューワールドオーダーのシナリオについて、その起源や広まり方が分析されています。さらに、ポップカルチャーにおけるニューワールドオーダーの表現についても触れられています。映画やテレビドラマ、小説などで描かれる新世界秩序のイメージが、人々の想像力にどのような影響を与えているかについて考察がなされています。本書の興味深い点は、これらのニューワールドオーダーに関する情報を単に紹介するだけでなく、それが現代社会の課題とどのように結びついているのかという点について深く考察を加えている点です。例えばグローバル化が進む現代社会において、国際秩序の再編や世界規模の課題解決の必要性が高まっていることと、ニューワールドオーダーの概念がどのように関連しているのかについて論じられています。また本書ではイルミナティ・ニューワールド・オーダーというカードゲームが、これらの複雑な概念や社会現象をどのように表現し、プレイヤーに体験させているかについても詳しく解説されています。ゲームのメカニクスや各カードの効果が、現実世界のどのような側面を反映しているのか、そしてそれがプレイヤーにどのような洞察を与える可能性があるのかについて、深い考察がなされています。本書は単なるカードゲームの解説書を超えて、現代社会の複雑な側面を多角的に分析する一冊となっています。陰謀論、世界秩序、メディアリテラシー、そして人々の不安や希望など、さまざまなテーマが絡み合いながら展開されていきます。読者は本書を通じて単にカードゲームの内容を理解するだけでなく、現代社会を見る新たな視点を獲得することができるでしょう。また情報をクリティカルに分析する重要性やメディアリテラシーの必要性についても深く考えさせられることでしょう。本書はカードゲームファンはもちろん、現代社会の複雑な側面に興味を持つ一般読者にとっても非常に示唆に富む一冊となっています。著者の宇佐和道氏の深い洞察と豊富な知識に基づいた解説は、読者に新たな気づきと思考の糸口を提供してくれることでしょう。イルミナティニューワールドオーダー裏解説ブックは、エンターテインメントとしての側面と社会批評としての側面を巧みに融合させた独特の魅力を持つ書籍です。この本を読み進めるにつれ、読者は現実世界とゲームの世界、陰謀論と社会の実態、そして過去と未来の間を行き来するような感覚を味わうことができるでしょう。それは単なる知識の獲得を超えた知的冒険の旅とも言えるかもしれません。さてここまでイルミナティニューワールドオーダー裏解説ブックについてお話しました。ここからはこのカードゲームが持つ社会学的な意味合いについて掘り下げていきましょう。このゲームは単なる娯楽を超えて現代社会の複雑な構造を反映しているとも言えます。例えばゲーム内のグループカードは現実世界の様々な組織や集団を模しています。これは社会学者のピエール・ブルデューが提唱した場の理論と密接に関連しています。ブルデューの理論では、社会は様々な場、経済の場、
政治の場、文化の場などで構成されており、各場には独自のルールや価値観が存在すると考えます。ゲーム内のグループカードはまさにこの場を表現しているのです。例えば銀行カードは経済の場を、政府カードは政治の場を象徴しています。プレイヤーはこれらの場を支配し、操作することで勝利を目指します。これは現実社会における権力闘争や影響力の行使を抽象化して表現していると解釈できるでしょう。さらにこのゲームは陰謀論という現代社会の興味深い現象を体現しています。陰謀論は複雑な社会現象を単純化して説明しようとする人間の心理的傾向を反映しています。心理学者のカール・ユングが提唱した集合無意識の概念を用いれば、陰謀論は社会の不安や恐れを表現する影のアーキタイプとして機能していると解釈することもできます。ゲーム内ではプレイヤーが様々な陰謀を実行することで世界征服を目指します。これは現実世界の複雑な出来事を誰かの陰謀として理解しようとする人間の心理を巧みに利用しています。しかしゲームをプレイすることで逆説的に現実世界の複雑さを理解することにもつながるのです。例えばゲーム内でテロリストカードを使用する際、プレイヤーは現実世界のテロリズムの複雑な背景について考えざるを得ません。なぜテロリズムが発生するのか、どのような社会的政治的要因が関与しているのかといった問いに直面するのです。これはフランスの哲学者ジャン・ボードリアールが提唱したシミュラークルの概念と関連付けて考えることができます。ボードリアールは現代社会においては現実とその表象の境界が曖昧になり、むしろ表象が現実を生み出すようになったと主張しました。このゲームは陰謀論という表象を通じて現実世界の複雑な構造を理解するためのシミュラークルとして機能しているとも言えるでしょう。またこのゲームはメディアリテラシーの重要性を間接的に教えてくれます。ゲーム内の各カードは現実世界のメディアが報道する様々な出来事や現象を模しています。プレイヤーはこれらの情報を戦略的に使用しますが、同時に情報の真偽や影響力について考えざるを得ません。これは現代社会におけるメディアの役割と情報を批判的に分析する能力の重要性を示唆しています。メディア理論家のマーシャル・マクルーハンが提唱したメディアはメッセージであるという概念を思い出させます。マクルーハンはメディアそのものが私たちの認識や思考に影響を与えると主張しました。このゲームはまさにそのプロセスを体験させてくれるのです。さらにこのゲームはグローバリゼーションの影響も反映しています。ゲーム内の様々なカードは世界中の出来事や組織を表現しています。プレイヤーはこれらのグローバルな要素を操作しながらゲームを進めます。これは現代社会がいかに相互に結びついているかを示唆しています。社会学者のアンソニー・ギデンズが提唱したグローバリゼーションの概念を思い起こさせます。ギデンズは現代社会では地理的に離れた出来事が相互に影響し合い、ローカルな出来事がグローバルな影響を持つようになったと主張しました。このゲームはまさにそのような相互依存の世界を模しているのです。例えばゲーム内で石油危機カードを使用する際、プレイヤーは現実世界のエネルギー政策や国際関係について考えることになります。一つの出来事が世界中に波及効果を及ぼす様子をゲームを通じて体験できるのです。またこのゲームは権力の概念についても深い洞察を提供します。ゲームの目的は世界征服ですが、その過程で様々な形の権力が行使されます。これはフランスの哲学者ミシェル・フーコーが提唱した権力の概念と関連付けて考えることができます。フーコーは権力は単に上から下へ行使されるものではなく、社会のあらゆる関係の中に偏在していると主張しました。ゲーム内ではプレイヤーは様々な権力、経済力、軍事力、メディアの影響力などを駆使してゲームを進めます。これは現実社会における権力の複雑な作用を抽象化して表現していると言えるでしょう。さらにこのゲームはリスク社会という現代社会の特徴も反映しています。ドイツの社会学者ウルリヒ・ベックが提唱したこの概念は、現代社会が様々なリスク、環境破壊、テロリズム、金融危機などに直面していることを指摘しています。ゲーム内の様々なカード、自然災害、
経済崩壊、パンデミックなどは、まさにこのような現代社会のリスクを表現しています。プレイヤーはこれらのリスクを管理しながらゲームを進めます。これは、現実社会におけるリスク管理の重要性を間接的に教えてくれるのです。また、このゲームは情報社会の特徴も反映しています。スペインの社会学者マニュエル・カステルが提唱したネットワーク社会の概念を思い起こさせます。カステルは、現代社会では情報のネットワークが社会の基本構造になっていると主張しました。ゲーム内では、プレイヤーは様々な情報、カードを使用してゲームを進めます。これは、現実社会における情報の重要性と、情報を戦略的に使用する能力の必要性を示唆しています。さらに、このゲームは、ポストモダン的な世界観も反映しています。フランスの哲学者ジャン・フランソワ・リオタールが提唱した、大きな物語の終焉という概念を思い起こさせます。リオタールは、現代社会では単一の真理や進歩の物語が信じられなくなったと主張しました。ゲーム内では、様々な陰謀や世界観が入り乱れ、単一の真実は存在しません。これは、現代社会の多元的で相対的な性質を反映していると言えるでしょう。このゲームは、プレイヤーに批判的思考の重要性も教えてくれます。アメリカの教育学者ジョン・デューイが提唱した、反省的思考の概念を思い起こさせます。デューイは、経験を通じて学び、批判的に考える能力の重要性を強調しました。ゲームをプレイする過程で、プレイヤーは様々な情報や状況を批判的に分析し、戦略を立てる必要があります。これは、現実社会で必要とされる批判的思考能力を養う良い訓練になるのです。また、このゲームはシミュレーションの力も示しています。フランスの社会学者ジャン・ボードリアールが提唱したハイパーリアリティの概念を思い起こさせます。ボードリアールは、現代社会ではシミュレーションが現実を超越し、新たな現実を創造していると主張しました。このゲームは、現実世界の複雑な構造をシミュレートすることで、プレイヤーに新たな視点を提供します。これは、現実世界を理解するための強力なツールとなりうるのです。さらに、このゲームは、社会構築主義的な視点も提供します。アメリカの社会学者ピーター・バーガーとトーマス・ルックマンが提唱したこの理論は、社会的現実は人々の相互作用を通じて構築されると主張します。ゲーム内では、プレイヤーの行動によって世界が形作られていきます。これは、現実社会も同様に、人々の行動や相互作用によって形成されていることを示唆しているのです。このゲームは、倫理についても深い問いを投げかけます。プレイヤーは時に、目的のために手段を選ばない行動をとることがあります。これは、ドイツの哲学者イマヌエル・カントが提唱した、義務論的倫理学と、帰結主義的倫理学の対立を思い起こさせます。カントは、行為の結果ではなく、その動機や原則が重要だと主張しました。一方、帰結主義的倫理学は、行為の結果こそが重要だと考えます。ゲーム内でプレイヤーが直面する倫理的ジレンマは、この哲学的、ディベートを体現しているのです。また、このゲームは、システム思考の重要性も教えてくれます。アメリカの科学者ピーター・センゲが提唱した、学習する組織の概念を思い起こさせます。センゲは、複雑な問題を解決するためには、個々の要素だけでなく、システム全体を見る能力が重要だと主張しました。ゲーム内では、プレイヤーは様々な要素、カードの相互作用を考慮しながら戦略を立てる必要があります。これは、現実社会の複雑な問題を解決する際に必要とされるシステム思考能力を養う良い訓練になるのです。さらに、このゲームは未来学的な視点も提供します。アメリカの未来学者アルビン・トフラーが提唱した未来ショックの概念を思い起こさせます。トフラーは、急速な変化が人々に心理的な影響を与えると警告しました。ゲーム内では、プレイヤーは常に予期せぬ出来事に対応する必要があります。これは、現実社会における変化の速さと、それに適応する能力の重要性を示唆しているのです。このゲームは、メタ認知の能力も養ってくれます。心理学者のジョン・フラベルが提唱したこの概念は、自分の思考プロセスを客観的に観察し、評価する能力を指します。ゲームをプレイする過程で、プレイヤーは自分の戦略や思考プロセスを常に評価し、
改善する必要があります。これは現実社会で必要とされる自己改善能力を養う良い訓練になるのです。またこのゲームは集合値の力も示しています。アメリカの作家ジェームズ・スロウィッキーが提唱した群衆の英知の概念を思い起こさせます。スロウィッキーは適切な条件下では集団の判断が個人の判断よりも優れていることがあると主張しました。ゲームをプレイする過程でプレイヤーは他のプレイヤーの行動から学び、より良い戦略を見出していきます。これは現実社会における協力と競争の複雑な相互作用を反映しているのです。さらにこのゲームはゲーミフィケーションの可能性も示唆しています。ゲーミフィケーションとはゲームの要素や技術を他の分野に応用することを指します。このゲームは複雑な社会現象を楽しみながら学ぶことができる優れた教育ツールとなっています。現実世界の複雑な問題をゲームという形で抽象化し、プレイヤーに体験させることで深い理解と洞察を促すのです。このゲームが提供する経験は現代社会を理解し批判的に分析する能力を養うのに役立ちます。プレイヤーは戦略を立て、情報を分析し、他者と交渉する過程で現実社会で必要とされる様々なスキルを自然に身につけていきます。またこのゲームは社会の複雑性と相互依存性を強調することで、単純な二元論や還元主義的思考の限界を示しています。現実世界の問題は多くの場合、単一の要因や行為者によって引き起こされるのではなく、複雑な要因の相互作用の結果として生じることをゲームは体験的に教えてくれるのです。さらにこのゲームはナラティブの力も示しています。人間は物語を通じて世界を理解し、意味を乱す傾向があります。このゲームはプレイヤーに自分だけの世界征服の物語を作り出す機会を提供しています。これは現実世界における物語の重要性とそれが持つ力を反映しているとも言えるでしょう。結局のところこのゲームは単なる娯楽を超えて、現代社会の複雑な構造と動態を理解するための強力なツールとなっています。それは社会学、心理学、政治学、経済学、哲学など様々な学問分野の知見を統合し、プレイヤーに体験的に学ばせる一種の学際的シミュレーターとも言えるでしょう。このゲームを通じて得られる洞察は、現実世界の複雑な問題に取り組む際の新たな視点や方法論を提供してくれるかもしれません。それはより良い社会を作るための創造的な解決策を生み出すヒントになるかもしれないのです。そして何よりこのゲームは私たちに遊びの重要性を再認識させてくれます。遊びを通じて私たちは安全な環境で実験し、学び、成長することができるのです。この意味でイルミナティニューワールドオーダーは、現代社会を理解しそれに対処するための遊びの場を提供してくれる貴重な文化的資源だと言えるでしょう。さてここまでイルミナティカードについてお話しましたが、ここからはこの秘密結社の歴史や影響についても深く掘り下げていきましょう。イルミナティは1776年アダム・ヴァイスハウプトによってバイエルンで設立されました。その名称は啓蒙された者たちを意味し、啓蒙思想の理念を強く反映していました。ヴァイスハウプトは当時の社会制度や宗教的権威に批判的で、理性と自由思想に基づく新たな社会秩序の確立を目指していました。イルミナティの特徴的な点はその組織構造と目的にあります。階層制を採用し、新入会員は段階的に上位の階級へと昇進していく仕組みでした。各階級では異なる知識や秘技が伝授され、最上位の階級に到達した者のみが組織の真の目的を知ることができるとされていました。この秘密主義的な性質が後の陰謀論の温床となりました。イルミナティの影響力は実際にはそれほど大きくなかったにもかかわらず、フランス革命の首謀者であるとか世界支配を企てているといった噂が広まりました。興味深いのはイルミナティとフリーメイソンとの関係です。イルミナティはフリーメイソンの組織構造を模倣し、また多くのフリーメイソン会員を取り込むことで急速に勢力を拡大しました。しかし両者の目的は異なっており、イルミナティがより政治的、社会改革的であったのに対し、フリーメイソンは友愛と相互扶助を重視していました。
イルミナティの活動期間は実際には非常に短く、1785年にはバイエルン政府によって禁止され、組織は解体されました。しかし、その影響は文化的に長く残り、現代でも陰謀論や大衆文化の中でしばしば言及されています。イルミナティの思想は、当時の啓蒙思想家たちの影響を強く受けていました。特にルソーやディドロの思想が重要で、自然状態への回帰や理性による社会改革といった考えが中心にありました。これは当時の封建的な社会構造や宗教的権威に対する挑戦でもありました。またイルミナティの儀式や象徴体系は古代の神秘主義や錬金術の影響を受けていました。これは理性主義と神秘主義の独特な融合を生み出し、後の秘境的な運動にも影響を与えることになります。イルミナティの歴史は啓蒙時代の社会的思想的な複雑さを反映しています。一方で理性と進歩を掲げながら他方で秘密主義的な組織形態を取るという矛盾は当時の社会が抱えていた矛盾そのものだったとも言えるでしょう。現代においてもイルミナティは様々な形で文化に影響を与え続けています。陰謀論の対象としてだけでなく、秘密結社や隠された知識への憧れを象徴するものとして小説や映画、音楽などで頻繁に取り上げられています。イルミナティの歴史は権力と知識、秘密と公開性、理性と神秘といった人間社会の根本的な問題に光を当てる興味深い事例と言えるでしょう。その影響は現代社会の様々な側面にまで及んでいるのです。イルミナティの影響は現代の政治哲学や社会運動にも見ることができます。例えば透明性と情報公開を重視する現代の民主主義の理念はイルミナティが掲げた啓蒙の思想と通じるものがあります。一方で権力の中枢で秘密裏に物事が決定されているという不信感もイルミナティの伝説が助長した面があるでしょう。興味深いのはイルミナティの思想が現代のテクノロジー文化にも影響を与えている点です。例えばインターネットの初期の理念である情報の自由な流通や暗号技術を用いたプライバシー保護の考え方にはイルミナティの秘密の知識という概念との類似性が見られます。またイルミナティの階層的な組織構造は現代の多くの組織のモデルとなっています。特に知識や権限が段階的に与えられる仕組みは多くの企業や教育機関で採用されています。これは情報や権力をコントロールする効果的な方法として認識されているのです。イルミナティの象徴体系も現代文化に大きな影響を与えています。例えば全てを見通す目のシンボルは監視社会や情報社会の象徴として頻繁に使用されています。これは権力と知識の関係性に対する現代社会の複雑な態度を反映しているとも言えるでしょう。さらにイルミナティの存在は現代社会における真実の概念にも影響を与えています。インターネットの発達により情報の真偽を判断することが困難になった現代においてイルミナティの伝説は隠された真実への憧れや不安を象徴しています。イルミナティの歴史は権力と知識の関係、秘密と公開性のバランス、理性と神秘の融合など人間社会の根本的な問題を考える上で重要な視点を提供しています。それは単なる歴史的な事象ではなく現代社会を理解し未来を展望するための鏡となっているのです。結局のところイルミナティの伝説は私たちの社会や文化に深く根付いた知りたいという欲求と知られたくないという欲求の間の緊張関係を象徴しています。それは個人と社会、自由と秩序、革新と伝統といった永遠のテーマに新たな光を当てる役割を果たしているのです。イルミナティの研究は歴史学や社会学、心理学、政治学など多岐にわたる学問分野に関わる学際的なテーマとなっています。それは人間社会の複雑さと私たちが直面する課題の本質を理解するための重要な手がかりを提供してくれるのです。このようにイルミナティは単なる歴史上の秘密結社ではなく現代社会を映し出す鏡であり未来を考える上での重要な思考実験の題材となっているのです。その影響は私たちの日常生活や思考様式にまで及んでおり今後も社会や文化に大きな影響を与え続けるでしょう。以上、本日の講義では
イルミナティニューワールドオーダー裏解説ブックを通じて、現代社会における情報の扱い方と批判的思考の重要性について考察してきました。このカードゲームは単なる娯楽の域を超え、私たちの社会構造や情報の流れを象徴的に表現しています。ゲーム内の各カードが持つ意味やそれらの相互作用は現実世界の複雑な関係性を反映しているのです。例えばゲーム内のメディアカードの使用方法は現代のメディアリテラシーの重要性を示唆しています。情報の真偽を見極め、その背後にある意図を理解する能力は現代社会を生きる上で不可欠なスキルです。このゲームはそうした能力を楽しみながら養う機会を提供しているのです。またゲーム内の陰謀の概念は、私たちが日々接する情報をどのように解釈し検証するべきかという問題を提起しています。単純に受け入れるのではなく、常に疑問を持ち多角的な視点から情報を分析する姿勢の重要性をこのゲームは教えてくれます。さらにゲームの戦略性は現実世界における意思決定プロセスの複雑さを反映しています。一つの行動が予期せぬ結果をもたらすことがあるように、社会システムの相互依存性と予測不可能性を体験的に学ぶことができるのです。興味深いのは、このゲームが遊びという形式を通じて深刻な社会問題や哲学的な問いを提起している点です。遊びの中で安全に実験し学ぶことで、現実世界の複雑な問題に対する新たな視点や解決策を見出すきっかけになるかもしれません。このゲームが提起する問題は現代社会の根幹に関わるものです。グローバル化が進み、情報技術が発達する中で、私たちはますます複雑な世界に生きています。そこでは、表面的な情報だけでなく、その背後にある構造や力学を理解することが求められます。例えば、ゲーム内のグループカードは、現実社会における様々な組織や集団の影響力を表現しています。これは、社会学者ピエール・ブルデューが提唱した場の理論と通じるものがあります。私たちは常に様々な場の中で生きており、それぞれの場には独自のルールや力学が存在します。このゲームはそうした社会の重層的な構造をカードゲームという形で可視化しているのです。またゲーム内のリソースカードは現代社会における資源の重要性とその偏在がもたらす問題を示唆しています。これは経済学者トマ・ピケティが指摘した資本の集中と格差の問題とも関連しています。ゲームを通じて資源の配分と権力の関係性について考えるきっかけを得ることができるでしょう。さらにこのゲームはシミュレーションの力を示しています。現実世界の複雑な構造をモデル化し、プレイヤーに体験させることで抽象的な概念を具体的に理解する助けとなります。これは教育学者ジョン・デューイが提唱した経験による学習の理念を体現しているとも言えるでしょう。ゲームの中で様々な戦略を試し、その結果を観察することで、プレイヤーは自然と批判的思考力や問題解決能力を養うことができます。これは現実社会で直面する複雑な問題に対処する上で非常に有用なスキルとなるでしょう。本書はこのゲームの背景にある思想や歴史、そして現代社会との関連性を詳細に解説しています。それによって単なるゲームの攻略本を超えた現代社会を読み解くための一つの視点を提供しているのです。私たちは今情報過多の時代に生きています。そこでは情報を正しく理解し適切に判断する能力が非常に重要になっています。このゲームと本書はそうした能力を養うための優れた教材となりうるでしょう。同時にこのゲームは私たちに遊びの持つ可能性を再認識させてくれます。遊びを通じて学ぶことの重要性は教育学の分野でも注目されています。複雑な社会問題をゲームという形で抽象化し体験することで新たな洞察や解決策を見出せる可能性があるのです。このようにイルミナティニューワールドオーダー裏解説ブックは単なるエンターテインメントを超え、現代社会の複雑さを理解するための貴重な資源となっています。プレイヤーはゲームを通じて情報の扱いや権力の構造、社会的相互作用について深く考える機会を得ることができます。これにより私たちが直面する課題に対してより批判的かつ創造的なアプローチを取ることが可能になるでしょう。
この書籍は遊びながら学ぶことの重要性を再認識させてくれる一冊であり、未来の社会をより良くするためのヒントが詰まっています。私たちがこの知識をどのように活用するかが今後の社会における大きな鍵となるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムはあなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなくその状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。